の天下の一大事。この番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役会長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤澄夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りします。金属加工機械メーカーのアマダグループ、アマダプレスシステムのプレス機械やその周辺装置バネ成形機は自動車から医療器具まで暮らしに欠かせない部品を作り出します。世界は金属部品でできている。ビヨンドザソリューションアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。伊藤さん、今週もよろしくお願いします。はい、月が変わりました。まあ、毎月恒例半導体の動き、はい、月間半導体ということで、ただね、月ごとに本当に変わりますね。国内の半導体事業変化してますね。そうですね、毎月変わってますね。ここのところの動きは伊藤さんいかがですか？北海道に10社ぐらいが株主になって、はい、IBM から技術を供給してもらってね、はい、2ナノメーターという最高の半導体を作るように着々と準備が進んでいますね。はい、これはどういうことかと言いますと、うん、北海道千歳市で工場の建設が進んでいるラピダス、ラピダスですね、の次世代半導体事業、はいはい、これは国を挙げて支援が進んでおりまして、うんうん、最先端とされる2ナノメートルの半導体、これを量産化させていくという構想、2027年をめどに進んでいるということですね。経済産業省からも相当大きな金額の援助をね、はい、いただけるようなことで本当にうまく成功してもらいたいですね。アメリカと中国の摩擦というのが一つの背景に、それがスタートだと思いますよ、ありまして、さまざまな国が自分の国内で半導体を生産するという体制を強化しているんですが、日本では2021年に半導体デジタル産業戦略を策定しました。熊本県に TSMC の子会社 JASM、 こちらの新しい工場を誘致しまして、12から28ナノメートルの量産半導体に目処をつけた。そうですね、来年にも出荷予定、2年早ければ来年には出荷できそうな感じだと思っております。まあ、12から28ナノメートルって言っても、うん、もう相当小さいんですけど、そうですね、さらに小さくなって2ナノメートルっていうのを、北海道の千歳の方が2を狙っておりますけどね、はい、それが2027年、はい、もう4年後には量産化、うん、していこうっていう。そうです、どんどん半導体ってちっちゃくなってくるんですね。はい、これがラピダスの計画である。ただね、これ熊本県で日本で半導体を復活するのに非常に我々日本人としてはね、また古巣に戻ったなということで非常に嬉しく思っておりますけど、うん、一つ問題があるんですよ。どんな問題ですか？国家の安全保障のためにということであれば、はい、例えばアメリカの仲良くしている国の台湾でできる、日本でできる、はい、台湾がもし何か戦時に巻き込まれたら日本からも供給できると、うん、そういうことで国家間の安全を見てやるのであれば、はい、日本の熊本でやる半導体については半導体作り前工程後工程があるんですよ。前工程と後工程、で前工程だけをやるんですよ。で後工程は台湾に一旦持って帰って、はい、で完成になるとということであれば、片方の国でトラブルがあった場合にこれストップしますね。ああ、そうか。なんかいろんな国でやってるとリスク分散ができるなと思ったんですけど、ね、そうなんですよ。だから僕も思ってました、リスク分散に日本でやるのはいいなと思ってね、非常にいいふうに見てたのが、なんかよく聞いてみたら後工程が台湾だと。あ、多分これゆくゆくは日本でもあの後工程、もちろん後工程の処理をするその生産装置は日本が得意とする機械ができる、はい、うん、
わけですから、はい、やると思えば僕はすぐできると思いますよ。うん、まあ、とりあえずはこれ後工程は台湾なんです。そうなんですね。ということはその後工程が日本でもできるように早急に進めていって初めてリスク分散になる。そうなんですよ。伊藤文雄の天下の一大事。韓国は大変焦ってましてね。ほうほうほう。非常に困って、あのこの間僕も韓国先月に行ってきたばかりなんですけど、非常に困っておるんです。まあ、月間半導体っていうぐらいですから、毎月世界各国の半導体事情、大体日本、アメリカ、中国、台湾、韓国、中国と韓国が焦ってるんだっていう話ですが、はい、韓国も中国も別の意味でものすごく焦ってますね。うんうん、簡単に言いますとね、韓国としてはやはり貿易金額の大きい国がいい会社とか頼れる会社、はい、ただ韓国は輸出は総生産の 40% が輸出なんですね。あ、まあ、なかなかね、多いんですよ。グローバルに展開していく企業が、はい、多い、まあ、財閥系があったりというようなことも事情としてはあるようですけれども、はい、ただ日本では 15% ぐらいの輸出ですから、はい、輸出が思わしくない時の打撃は韓国は非常に大きいんですね。そうか、 15% で 40%、はい、韓国は 40% しかもですね、貿易に頼って15ヶ月連続で前年マイナスの輸出になってますね。ああ、ちょっとこれだけでも大変ですよ。韓国は輸出額が下がり続けてる。その中で日本でまた半導体を作るとか、でそこで中国の話になりますけど、はい、中国は韓国に対してはやはり、まあ、こういう言い方でいいのかな、属国扱いを今までずっとしてきまして、うん、3年前ですか、前の文大統領がね、はい、中国に訪問した時に食事も提供されずに、うん、奥さん連れて、取り巻き連れて大衆食堂で中国料理食べてる写真僕見ましたけど、あ、まあ、いわゆるぼっち飯、ぼっち飯そうなんですよ、でそういう待遇だったのに、アメリカが輸出規制するとか日本で半導体作るっていう話はもう当然中国に行ってますね、うん、そうしますと中国としては韓国を思い切り抱えたいんですね。だから尹大統領になったら中国よりも日本とアメリカにちょっと向いてますね。それには中国は頭痛いんですが、はい、尹大統領に対して非常に低姿勢に、韓国の企業がもっと中国でその資本投下してくれないかと、うん、いうことなんですけど、うまくいきません。もし中国で半導体の増設した場合に、はい、アメリカは半導体製造装置を一切売りませんってことになりますから、これつまりアメリカという名の飛車角が中国に対してものすごく効いているという、はい、そうなんですよ。だから非常に韓国としては困ってると思いますね。まあ板挟みで、韓国と中国の関係性っていうのもこの3年でガラッと変化している。変わってます、変わってます。それはやっぱりアメリカの睨みっていうものが大きく効いているわけですね。はい、そうですね。その中でその困った話で半導体が一番ウエイトとしては大きいんですね。そうなんですね、はい、つまり半導体っていうのはこれはもう毎月言ってますけれども、はい、今や世界の動きを経済的にも軍事的にも握っていると。その上ね、今までずっと中国の経済成長、原因さんも聞いてたと思いますけど、8%、9% の成長続けてました。青天井に伸びていくという、ここに来てね、はい、実際はマイナスではないかと。中国としてはいつもプラスのように発表しておりますけどね。やっぱりね、伸び続けてるところはね、はい、伸び率が落ちただけでも発表するのが怖いっていうふうに聞いたことがありますか。この中国のしたことについて、その韓国は非常に輸出関係で困ってる上に、はい、今回の半導体の件ですから、これどうしようもない、あの韓国としては焦りが、将来不安が、だから日本の方に多分こういう言い方でいいのかな、すり寄ってくることはもう間違いないですね。そうなんですね、はい、アメリカに対してもね。うん、だからそういった点でも数年前の構図とは随分随分変わりました。もともとユン大統領はアメリカと日本とね、うまくやりたいという考え方の大統領ですけど、うん、まあ、それに対しては野党からの反対も当然あるでしょうし、まあ、あれもこれも含めて今韓国は本当に大変です。なるほど、政治的にもちょっとグラグラ、そうなんです、していると。そうです、政治経済一緒ですからね。ああ、これがね、うん、そうそう、なんかあの別物のように感じるんですけれども、やっぱり車の両輪のようになっているというわけですね。
伊藤文雄の天下の一大事。電気自動車、はい、これもねここのところちょっとここのと変わってますね。電気自動車に対する評価もね、はい、いやもう世界の最先端ってまだ半年ぐらい前までは言っていたのが、この番組ではもう半年前からいや電気自動車そんなにいいのという話をね疑問持ってましたけど、どうもそのような形になってきましたね。その疑問がニュースでも取り上げられるようになってきて、あの自慢するわけじゃないですけれども、我々は早いうちからそれをねお話ししてきたわけですけれども、やっぱり電池が大事っていうような話に最近はなってきております。そうですね。トヨタ自動車は2026年導入予定の次世代 EV に搭載される次世代電池を発表しました、うん、はいはいはい、すごい電池ですね。しかも経済産業省が1200億円ほど補助する、うん、そうなんですよ、力入ってますね。いやもうまさに国策としても進めていくと言っても過言ではないでしょう、はい、ただやっぱり車に積む電池っていうのは経済安全保障上大変重要なものでして、うん、まあこういった点でもかなり鍵を握るものではあるわけなんですよね。この電池がね1000キロ以上走れるとかっていうな、これつまり航続距離っていうんですけど、はい、1回充電して1000キロ走る、はい、以上と言ってました。はしかも、充電が信じられないんですけど10分でできると。10分の充電で1000キロ走る、はい、これが事実ならもう日本の一人勝ち、トヨタさんの一人勝ちになるんじゃないですか。あの今までの電気自動車の弱点っていうのは航続距離が短い、まあ100キロ単位、うん、そこがやっぱりガソリンのように1回給油したら何百キロも走れるっていうところに対して、非常にマイナスでしたね、でも1回充電して1000キロ、これ事実であれば本当に前唾みたいに僕は思ってますけど、まあ日本のカーメーカーさんが嘘を言うわけないですから、大変楽しみですねこれはね、はい、しかも、うん、リチウムイオン電池のほか次世代の車載バッテリーとして、うん、全固体電池、そうです、これ液体ではなく、はい、全部固体でできた電池の実用化は2027から28年。この固体電池はどうですか。 4,5 年前からもう豊田さん発表しておりますね。うん、東京も相当取ってますから、はいはい、まあ、そういったことによって、うん、充電時間と航続距離、うんうん、実はねリチウム電池の特許もかなり取ってあるんですね豊田さんは、だから世界中で今までのリチウム電池が増産されば、うん、豊田さんにやはり特許料としてかなり入ってくるような話も聞いておりますけどね、どちらにしてもいい話になってます ね、 そうですね。日本全による電池の世界シェア2015年 50% を超えていたんですが、2020年には 20% 程度まで落ち込むなど、今海外の依存が高まっている中での復活の兆しということであります、うん、そうですね、はい、では来週また話の続きをお願いします。プレス機械や周辺装置、バネ成形機のアマダプレスシステムって？自動車や医療機器などの部品を作り出す機械の会社です。私たちの暮らしに欠かせないんですね。ぜひあなたも一緒に働きませんか。組成加工を科学するアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りしました。